さあ、奥先行くぜ。なんだ？待って、何か様子が変だよ。この音は何なんだ？なんか来る？なんか来たディスクロニア、クロノスオルタネイト。よっしゃ、なんか調べろってことだろ。なんかあるんかこれ。例えば、こんな低いところにないね。なんか押しとる？なんかちょっとごめん、ごめん。あれあれ今光ってなかった？光ってるだけ？あれ何あれ？何あの微妙な光り方？なんか、同じようなキーがもう一本あるんかなと思ったけど、なんこれ？そもそも。何お前、さっき俺より先見つけて、なんだいこれ。何このタイムカードみたいな。タイムカードみたいなもんある。局長の働く時間を管理するタイムカードみたいなのあるこれ。何これ。ドローンたちに似たマークがあるね。ああ、ほんま。え？じゃあこれ使えばあいつら追い払えるんじゃねえの？ここ見えるな。これ。何かな？え？過去が、過去に行けない。謎に過去に行けない。ちなみにカール、情報はこれ、制御機ってそのままのことが言ってる。あ、いけたいけた。おっしゃー！ヒントが見えるな、これで、過去で。これ触った人の過去の記憶からヒントが見えるな。お。もうすぐ実験開始か。あ、二人おるで。小さい頃の二人じゃ。実験直後か。じゃあ直前か。急ぎなさい。ドローン制御パネルの点検が終わり次第開始するそうよ。ああ。わかりました。制御パネルっていうんがどこにあるか分かる感じかなこれ。いやそれでもぐちゃぐちゃ怖いからしてさ、どこがどのあたりかっていう把握が分かりにくいんやけど。セキュリティの設定を変更して。ああ、局長がここにおって、わ、なんか上から眺める局長もおつなものですね。博士もここにおるな。結構昔のことがこういう映像で見えてくるんじゃ。その後こちらで同じ設定を適用すれば完了よ。あ、もしかして過去に干渉して設定切り替えるんか。ドローン制御システムを起動。はい、認証なんかポストみたいな形してんな。謎にポストみたいな形してんな。なんか申請を受諾、承認を待機、設定の変更が承認されました。それで変わったわけね。セキュリティネットワーク構築、ベータを起動します。おーおーおお、あ、でも敵だ。この実験は機密に関わる。念には念を入れなくては。万一の事態に備えてイプシロンも配備しているが。イプシロンっていうなんかドローンもあったっけ。しかしあのドローンが起動する事態は避けないとな。やべえドローンがあるやな。おそらくやべえドローンがあるんだろうな。番犬的なやつが出てくるかもしれないな。イプシロン、これはドローン制御装置を操作するためのキーみたいだ。上にある制御装置にこれを使えばベータたちを無効化できるかも。つまり上まで行けってことか、これ持って。上には警戒しているベータがたくさんいるのよ。大丈夫、なんとかやってみるよ。そうじゃ、スニーキングじゃ。今回のスニーキングレベル高そうやな。レベル高いって聞いたな、言おったな、岸上さんが。それはあなたのお手番ですよ。私に任せて。だよね、お願いします。なんかハンマーとかトンカチとか持ってさ、カンカンカンってやりよったらさ、引っかくれるから。ハル、私は下から行くから。おう、この上っかは何なん。手を振って合図してね。え、何そういうエモーションもなんか反応するようになっとんじゃ。何かあったらね。オッケー、ここね。俺らこっち担当ってことね。オッケー、ここか。おーおーおーい、ワンチャン今のやってアウトじゃない。来たよ、こっちまで来んといてよかった。こんかった。赤い結晶が邪魔で先に進めないなの。
あんまじゃ。ここが来れないじゃ。あ、反応してる。あ、やってくれ俺。サンキュー。こう来るだろ。ベータのあんな形のベータもおるんじゃ。タイミングよく行けばええんかな。こう来る。だったらこのタイミングか。どこまで行けばいい。こっちやな。ここじゃ。よし。何？あ、今度は上から俺がマヤのことを援護すればいいんじゃ。うん、これエピソード1とちょっと容量似とるな。アイテムなんかある？移動範囲的に言えば、この90度だけ見よるやつと一周回ってきようやつを2人がおる。あ、なんかあるぞ。あれ、あの手すりなんかある。そこまで行けってこと感じになってる。よっしゃ、それで行こう。あれやな、なんか電車の手すりみたいなのあるもん。あー、なるほど、あそこに繋がってるわけね、あのでかい荷物に。よし、あれじゃ、行くか。こう来てここじゃ。よーし、これね、いけー、よいしょー、オッケーよ。イエーイ、見てる、見てくれてない。よっしゃ、脱出しましょう。あれ、いっ、おっと、こう来るけん、こいつが溶けたら逃げていく感じ。お、サンキュー。よっしゃ、ここ一旦こっちに退避していいですか。うん、あいつが通り過ぎてからな。あいつがこっちに回ってきてからね。なんか上に増えた。あいつは気にせんでええか。多分こっちには射程外じゃ。うん、こいつがこう来て、そしたらこっちに行けるな。じゃあこのままこう。よし、順調順調、ここまで来た。こっから行き先どっちなんじゃ。なんこれ、あ、開けるか。よし、行けるな。通ってこの辺ちょっとおらん。う、なになに、どうした。お前背中へ捕まっておけばわからんじゃ。あー、それは別に。ねえ、鉄骨が落ちてくるタイミング怖いわお前。どれ、遠距離恋愛の彼女か。遠距離恋愛の彼女みたいになっとるんやないか。定期的に電話してちょっと声聞かせてあげたいみたいな感じ。言うほど一人じゃないんよ。言うほど距離離れてないんよ。早くマイヤのところに行ってあげたいなの。そうだね。あ、同じような反応してた。ベータを止めてマイヤと合流しよう。うん、距離的には近いのにさ、なんか心の距離は離れとるみたいな感じになったね。見て、モニタールームの扉をベータたちが見張ってるのも。めちゃくちゃ熱いな。ベータを止めないとモニタールームには行けないね。おう、行くぜ、どんどん。あそこか。スイッチのところまで行けばベータたちを止められるはずなのよ。マイヤも助けてくれるなの。うん、行こう。焦っちゃめなのよ。慎重に進むなの。うん、慎重に慎重に慎重に行くぜ。うえー。絶対慎重な人の腹、ここは叫び声じゃねえな。押すんか。よし。あ、音で反応が来たかな。ね、これは一周回ってくるだけちゃうかな。
よし、しゃがめ、立つ、こっちやな。これも上に上げなあかん感じ。こういうことか。よし、こっちに行くの。あ、なるほどね、こういう移動ルート、こっちなんだ。でもなんかすごい気になる道があるけど、あっち別になんもないのになんでこんな見張ってんの。え、こっちにも行かなあかんのかな。でもこっちのルート、うわー、落ちるだろこれ落ちるだろこれめっちゃひび入ってますけど。いや、春の体重受け止めきれんだろこれ。絶対やってみるよ、やってみるけど、ほら、はい、これそんな気がしとったわそうじゃよな、出なかったらこいつらの存在意義ないよなさっきもここで見張っとってなんやねんって話になるもんな。パターン覚えよう。うわあああああ、ここもかよ。こいつ一周してくるんだろ、あの一番奥のやつ。一番奥のやつっていうか左のやつね。あいつを背中ぴったりついていく感じで。交番ぞめ。わあ、え、あ、近づきすぎてもあかんのじゃん、今の。アホなんじゃ。さすがにちょっとなんか熱量的なもんで反応されてしまうんやな。こう来て、ここチェックが入る。で、消えた瞬間にこう回っていく感じやな、おそらく。ここ射程外いけるな。で、こいつの背中ついていけばいいわ。よし、いけるか？ U ターンしてくるか？あ、U ターンしてくるな。ってことはだ、こいつがこう通り過ぎたところじゃ。で、こいつがこう動いたらこう。よーし、きた、オッケー、なんとかなったね。よっしゃ、ノーミスできた。オッケーオッケーオッケー。まあいいや、あそこか。ああ、局長がおったポジションやな。オッケー、記憶の中で見たドローンの制御装置だ。よっしゃ、スキャン。このカードキーがあれば設定を書き換えられるはず。いけたよ、マイエンジェル、マイエンジェル。マイヤのことマイエンジェルって呼ぶからな俺。マイエンジェル、これでベータは停止するはず。キーパーベータ自立起動モード中断、セキュリティネットワーク解除。キーパーベータは待機モードに移行します。あ、いけたな、さよならで。ベータたちがポットに帰ってくのよ。ベータの下側あんな感じになっとんじゃ、下から覗いたことなかったな。そういやリリーも元気になってよかった。元気になった？姿見せて。これで安全にモニタールームまで行けそうだ。オッケー、マイエンジェル。もう彼女やん、もう彼女やん、彼女のそれやん反応。なこれ。なんかあったっけ？なんもないな。あ、ここは別になんでもないんかな。あ、ちゃうわ。マイヤーにやってもらうんかな、下に下ろしてもらうんかな。え、下に下がるようなリフトじゃないんだよこれ。いや、戻らなあかんのやな。わかった。え、違うんかな。これで降りるんじゃ。ちょっと待って、どうやって操作するん。なんかコントローラーの反応がないっすね。あ、
よくわからんけど、まあいいけど。来た！マイエンジェル！よかった。ああ、俺がこれ抱きしめられたんやけど。俺がこの、リリーのポジションになりたいんやけど。ああ。ハルも無事でよかった。俺とマイヤの子供みたいになったから。うん。マイヤも、これでモニタールームに行けるね。ギャップがいいね。システリアってさ、笑わなさそうな見た目しとんけどさ、それにマイヤが入ってこういう笑い方するっていうさ、ギャップがええね。さあ、奥先行くぜ。なんだ？待って、何か様子が変だよ。この音は何なんだ？なんか来る？なんか来たー！これはもしかしてイプシロンとか言ったやつかな？やべえやつ来た！やっぱりイプシロンかこれ。やばい！やーべえ！不法侵入者を発見、排除します。やめろ、来た！うわぁ！でぇー！一番緊急より被害出してよ、お前ちゃうんか！すでに壊れとるけど、さらに壊すな！やばいって、やばいって、もうさ、リリーと一緒に逃げて、殺す気満々できとるな。ターゲット、ロックオン、早く逃げるの、排除します。赤い結晶が邪魔で、先に進めないなの。それはお前が消せ、それはお前が消せ。はよやって、はよやって、来てるって。機能修復中、粒子砲は使用できません。なんでそんなに修復率1 2なんでそんなに時間かかっとんねん、お前。 5% はよ耐えてくれ、耐えてくれじゃないわ、はよ耐えてくれ、来た。オッケー、まだあるわ、まだ結晶あるわ。はよ頑張ってくれ。このキャラクターを動かして敵の攻撃を避ける感じさ、ルインズメイガスなんよ、どっちかって言ったら。マイヤ突っ込まれてるぞ。マイヤ完全にスルーされてるぞ。俺しか狙わん。マイヤと俺のことを先に来た感じになってる、お前。レーザービームこんなところで撃たれたら絶対死ぬけど、よかった、怖いで、よかった、やったー。何考えて誘導できたかな。うわー来る、何がだ、おお、なんか来た、ナイスー。やる。取り外すってか。どれバッテリー？どれがバッテリーじゃ？どれがバッテリー？これか？え？どれがバッテリー？これか？これで。取ったー。やったー！これでんか。イエーイ。あ、こわ、こんなやつおんのか、でっかいって。ありがとう、マイヤ、リリー、本当に助かったよ。穏やかじゃないね、このゲーム。プレイし始めて1時間ぐらいやけど、穏やかじゃないね、このゲーム。やばいって。あ、怖かったな。ほんまよ、こんなもうなんか命借りに来とるような感じのやつで出会ってさ、えげつないもん作るのよ、博士も。いや俺もマイヤに怪我なくてよかったわ。マイエンジェル、マイエンジェル。
さあ、先にかけろか、先に進もうか。こっから出ればいいんだろ、要は。あら、そっちはモニタールームじゃないの？違うの？こっちね。向こうね、わかった。オッケー。しかし、とんでもない目にあった。ここでええんか、とりあえず。いろいろありそうなもんやな。これは？別に触れるもんじゃないんか。いろいろ気になるディスプレイはあるけど、触れるもんってわけじゃ。なんかある？これは？これも別に手に取ること自体はできるけどか。干渉促進剤だ。はいはい。変異体の能力を一時的に強化するために使われている。多分3年前の実験で僕らに使われたものだ。はあ、結構重要な情報かもしれませんね。細かくこういう情報はね、探索して収集していきたいけん。なんかある？これもなんかあれか、さっきのやつと同じようなやつか。あ、レベル2の方。なんか一つレベル上がったやつ手に入れたな。で、ここにも T シャツがあって。いや、なんか向こうにもあるし。さりげなくなんか向こうにあるよ。なんかコインがあるな。見つけた。この方にもあったって何やな、お前。メテオラ、伝承にある彼方が飛来した存在が描かれている。巨大隕石だったとも言われてるけど、ここに来てアルトデウスの話を持ってきたな。え？兵隊が生まれ出したのはこの巨大隕石の影響。ちょっと話してきた伝承か。真実かどうかは怪しいところなんだ。伝説のメテオラの。こんなところにコインがあった。どっちに行けばええん？つまり。下にも道あるっぽいけど。こっち気になるんですけど。こっち気になるんですけどって、ここ通り抜けするための通路やけん、別にいてもしょうがないのか。よっしゃ、こっち。セキュリティレベル3。この区画は現在閉鎖されています。あ、レベル3のやつじゃないとダメなんじゃ。そうか、レベル2までしか持てないけんか。めんどくさいな。レベル3手に入れるのか、それともこっちちょっと見てみるのか、どっちなんだ。セキュリティレベル3。あ、こっちもかい。こっちもかい。やばい、どうにかしてレベル3手に入れなあかんのか。なんかある？これがなんかあるんやけどさ、手届くんこれ。あ、どうだどうだ。よっしゃよっしゃ。これでレベル3のなんか手に入るだろう。時期実験開始だ。あー、まだ実験直前の話やね。はい。基準値オーバー。現在の投与量は被験体の体に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。ああ、さっきの力を増大させるみたいな薬入れすぎよんか、お前。構えや構えや、お前。すまない、ハルマイラ、私を許してくれ。なんかちょっと自責の念には駆られとんやな、アルバート博士。やめろや、許してくれ、やめろや。あー、なんかある。なんでさっきまで。これ何、待って。
今の何？今はなんじゃ？今の幻覚なんじゃお前。あれ？これもしかしてここにこうやればええやつだったんかな？あ、こういう使い方するもんだったんじゃ。なんか出てきた。あ、さらに上位種のやつが出てきたんじゃんこれ。あー来た、レベル3。こういう使い方だったんじゃ。なんか光っとんなと思っとったらこういう使い方だったんじゃ。しかもこっちにもなんか同じようなもんあるからね。これをこっちで使えたことだったんか。あ、いけた。これでコンプリート。アードレベルを1引き下げました。これで安全ですということで、コンファーム、コンファーム。セキュリティレベル1に変更。よし、区画の閉鎖を解除します。よっしゃー、これで OK ってことね。これで外に出られるんだよね。そうだね。うん、そのはずだよ。よっしゃー、入り口の様子を見てくる。マイヤはここで少し待ってて。よかった、脱出できそう。なんだい？あれ、エレベーター動いてるなの。おう、誰か来るみたい。え、誰かおんの。あれ、隠れるなの。でもこの辺りに隠れる場所は、この状況に誰か来るって何？誰？ここ、あ、2パターンある。いや、これダメだろ、お前。え、でも、え、でも、こっちはこっちで。え、どこだ、これ。こっちかな？いけそうなのは多分こっちかな？こっちでもいた。ここは。ここにしよう。この状況で誰か来るって誰だ？アイリかな？おそらく。でも変異体じゃないとここ危険とか揺らんかったっけ。あれ、ノエル、ノエル、なんでノエルな。わ、待って、見えん。あ、見えん、見えるな。何しようあいつ。何のために来たんよ。そっか、お前も変異体験、ここ別に問題なく来れるんか。ノエル、別にどこ隠れても問題なかったっぽいね。おそらくどこ隠れても問題なかったんですね、これは。あ、あー、兄弟のハグです。ノエル、マイヤを探してここまで来たなの。そうか、お姉さんのこと心配だったもんな。でもノエルあれやな、システリアにマイヤーのが入っとるってこと知っとん。これもしかしてあの人形の中にマイヤーがいることもノエルは知ってた。ノエルがマイヤーをかくまってたのか。え、以前から知っとったところ。それワイドジョブの方から知っとったんか。おい、すごいいろんな情報を飛び交ってるぞな、リリー。ハル、ずっと考え事してるでしょ。リリーにはお見通しなのね。いや、何も考えずにここ突破できると思うな、お前。当たり前だろ。聞くな、チョップ。なあ、ノエル。ハル。うん。何？まだ誰か来るんか？ここは時間の感覚がなくて、今は0時なのか。あ、0時になった。かい、チャイムか。ハルたちがいなくなってからもう一晩経ってる。ああ、ずっと探してたんだ。ハル、姉さんを助けてくれてありがとう。いや、いいんだよ。ノエルがずっとマイヤを部屋にかくまっていたんだね。
隠れとったんやな。事件があった日の朝、シェルターの前で倒れてたんだ。ああ。多分僕らに助けを求めてきたんだと思う。そうだったんじゃ。でもそれからずっと僕の部屋で眠ったままで。どうして言ってくれなかったんだ。あー、あの1日目からどっかに部屋に隠れとったんじゃ、システリアがな。話したら僕らの味方になってくれた。姉さんがあの人を殺していても。ん？うん。マイヤは博士を殺してない。殺したって断言はできん状況やな。でもノエルはマイヤが博士を殺したと思ってるのか。だから僕が捜査を続けることにあんなに反発したんだ。ああ、そういうところがあってのさ。あんなこと言ったよね。なんでお前左側だけ襟立ててんだ。え、そういうファッションが今流行ってんのか。お前片方だけ襟立ててるのが流行ってるんか今。なあシステリア、この体ちょっと不思議なの。なんだい。目覚めているのに夢の中にいるみたいで。どういうことだ。何か自分の大切な一部がまだ欠けているような気がして。どういうこと、どういうこと。ハル、ん、どうしたの。どうした、もっとあったで。おお、さっき誰かの記憶を見たんだ。博士がここで誰かと話してた。いつの話だったっけ。どれだろう。あーあーああ、なんか誰やねんみたいな。多分前、多分アイリかなみたいなこと言うたやつかな。時計の鐘が鳴ると同時に塔で行われた。ああ、あの記憶やね。再開して、都市の人たちは眠りに落ちるって。この都市がおかしくなってるのはきっと博士の計画のせいだ。それならどうして博士は私の目の前で死んでいたの。今この都市で起こっていることが全て博士の計画通りなら、博士が殺されることなんてないはずなのに。確かに。もしかしたら博士の計画にないことが起こったのかも。はあ、誰か第二のは、なんか博士の計画を利用して何かをしようって人がおるんか。もし博士の裏を書くことができる人物がいるなら。アイリだな。あいつ研究員だもんな。博士のことも。あ、でも局長も研究に関わってるしな。その人は博士の計画を知っていたはずだ。博士に協力していた誰かが計画を乗っ取ったのかもしれない。そうか。そんなことって、うん、ありえないよ。え、そうで。どうしてわかる。だって、だって、もしかしてマイヤは博士の協力者に心当たりがあるのか。協力者がそんな悪いことしないだろうみたいな、そういう信頼性のある人なん。ハル、これからどうするなの。どうするんだろうね、これ。僕は外に行ってくる。マイヤとノエルはここにいて、時計塔の鍵を持っている人に心当たりがあるんだ。博士は自分の計画にはあの塔の鍵が必要だ。ああ、アイリーのところ行くんかな。鍵を手に入れて塔を止めれば、この都市は正常に戻るはず。まずは管理局に行こう。局長にこの都市で起こっていることを伝えないと。リリーはハルと一緒に行くのよ。よっしゃ、よろしく。ね、もう行くの。行くよ。ノエル、心配いらないのよ。ハルが無理しないようにリリーがちゃんと見張ってるなの。別に心配なんてしてない。でだ、ツンデレノエル君、お姉さんの取った男みたいな感じで俺は思われてるかもしれません。将来的にマイヤと結婚するのは俺です。さあ行こうか。あ、エレベーター、ほんまにエレベーター。あ、地下3階。あー、あれか。
エピソード1の時にさ、言おったもんな、その地下に入ってはいけない場所があるみたいなこと言おった研究員がおったわ。今探索しよったんでこういうところだったんやな。